レッスル1王者稲葉大輝が熊嵐を迎え撃つレッスル1チャンピオンシップ 11.11 新木場。レッスル1タッグリーグ公式戦で膝を負傷した稲葉、その後奇跡の回復を見せ復帰。情けないし悔しいし申し訳ないなと思ったんですけど、まあ、そこで立ち止まったら全部なくなっちゃうんで、まあ、そこから進んでいく姿も見せれるのがプロレスだと思ってるんで、しっかりそこを見てほしいなと思います。そんな中、挑戦者の熊嵐は王者のコンディションに苦言を呈する。何回休んでんだよ。怪我大好き、得意技が怪我、薄っぺらチャンピオンだよ。そのベルト俺によこせって感じだな。常にベストコンディションで試合に臨む熊嵐。ファンがさ、怪我ばっかりしてて本当思ってんじゃない。そんなチャンピオン応援されねえだろ。チャンピオンとは強くてたくましくてさ、みんなの夢を背負えるのがチャンピオンじゃないのか。おい、背負いきれてねえんだよ。なんで背負いきれてねえか。貧弱だからだよ。今の熊嵐、あいつは耐えられるのかって話。天下取りへ、今年最後の王座戦に挑む。果たして王者が猛獣を狩るのか。やっと取り返したレスラー無差別級のベルトなんで、しっかり防衛して、新しい稲葉大輝とこれからのレスラー、これからの稲葉大輝を見せていきたいと思います。挑戦者が食い破るのか。俺はあの野郎よ、食いちぎってやるよ。食いちぎってよ、叩き潰してよ、あの野郎の存在ぶっ壊してやるよ。レッスル1チャンピオンシップ、チャンピオン稲葉大輝 VS チャレンジャー熊嵐。